間ヘビー級選手権試合60分一本勝負で行われます。第70代王者青柳優斗、三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者230ポンド中島勝彦、全日本を乗っ取るプロレス界の地形ごと変えてやると中島勝彦、表情全く変わりません。三冠ヘビー級選手権者240ポンドの青柳優馬、ピープルズチャンピオン6度目の防衛戦です。青柳優馬、神林大輔。さあ中島勝彦がノアからフリー、全日本のマットにやってきました。乗っ取ると宣言しています。試合の解説はこの方に来ていただきました宮原健人選手です、はい、よろしくお願いします。お願いします。宮原選手、率直にどう見えてますかこの景色。まあね、こればっかりは不思議な光景があるよね、はい、ただね、今解説だから中立の立場で話しますよ。お願いします。さあこの静けさの中で始まりました三冠ヘビー級選手権試合です。まずはどちらが仕掛けるか、このひりついた緊張感の中、まだ見合う展開です。ロックアップからスタートするか、蹴りから入ってきた。入場曲はキックスタート、まさに蹴りから入ってきました中島勝彦。宮原選手、この蹴りから試合を組み立てるんですよね、うん、中島。今もう空気をね、どっちが作るか戦いでしょうね、空間を切り裂くような蹴りでした。お互い牽制し合ってますよね、これはね。キャリア2周年目中島勝彦、全日本では世界ジュニアを一度体感しています。さらにはアジアタック王座も体感していますが、三冠は未だ体感しています。これ序盤大事ですよ、このブレイク、クリーンブレイクかどうなるか。離れました。離れたか、宮原選手、探り合いですよね。これクリーンブレイクするか行くかっていうのってどういう違いが出てくるんですか。いや、もう探り合いでしょ今。ペースの握り合い、うん、まさに蹴り、この鋭い蹴りを受けて青柳優馬はどう感じるか。当然シングルは初、ここからどういう展開に持ってくるかですね。バックを取る、ちょっと一瞬表情が変わったようにも見えました。一発で終わる可能性もありますからね。はい、蹴りに加えて張り手もあります。中島勝彦、でもこういうレスリングの攻防でも一気に引き抜かれる可能性もありますからね。一瞬気抜けないですよ、気抜けないですよ、目が離せません、うん。じゃあ、取る、取った、取るか、あらららららら、いきなり食ってしまった。危ない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 、大丈夫か。ちょっと気にした方がいいな、これは。ダメージは深刻です。バックドロップ一撃、今の危ないですね、角度が危なかった。はい、もろ脳天から押しましたよ。気にした方がいいですね、レフェリーはこれ。待ってる待ってる、危ないよこれ。逃げるか、握り拳を作っている。もうさっきバックドロップが入った首を狙ってますね。さあ、ここね、あ、これ逃げたらいいな、これは。また狙ってる、狙ってる、また首か、危ない、また首だ、危ない、中島入ってんなこれ。まだ行く、これ青柳選手ちょっと動けてないですね今、手足しびれてる可能性ありますね。青柳を殴りつけていきます。これ手足しびれてる可能性あるな、ちょっとバックドロップが動けてないですね。両者は 2.21、東京ドームで初遭遇でした。でもその時接触ありませんでしたからね。これまだ手足に力入ってないんじゃないですかね今、あのバックドロップで首にダメージがいくと、手足しびれてる可能性ありますね。あ、なるほど、こうやって返しながらも手首しびれてる可能性ありますからね、はい、力が入ってない可能性がある。フライングベイヤーか、痺れてる中のこれはもうなおさらできない攻撃が。空手仕込みの蹴りです。これ力入ってないんじゃないかな。とてつもない蹴り。青柳選手多分手足力入ってないですよこれ。本当ですね、自分で立ち上がるというよりも
ている状況でした。危ない危ない、まだ来てるから。ゆっくりと足で寝かせて上から踏みつけていく。まだここまで何もできていません、青柳優馬。これは非常にまだ青柳さん力が入ってないでしょうね。ええ、その首へのダメージが全身にまで来ています。ロープだな、これどうするんだ戦いは。そんなもんかと上から見下ろしていくのが中島勝彦、持ち上げるか、いやいや、踏みつけていく。そして場外戦となるか。青柳さん力入ってないですね。はい、もう宮原選手がおっしゃる通り、ちょっと足腰に力が入ってない気がします。で今首を押さえてました、うん、最初のやっぱりバックドロップから全然力が動いてない感じです、はい、主戦場としては15年所属として7年のノアを退団。中島勝彦が向かった先は全日本でした。目をかけるしていく。おこういうラフプレーは珍しいですね。半林レフェリーも慌てて今こういうラフプレーは珍しいですよ。はい、うん、宮原選手も健介オプス時代の先輩後輩として一騎打ちもありました、うん、中島選手の強いところ強みなどあればぜひ教えてください。いやーやっぱりね、まあ、見て分かる通り非常に蹴りを主体にしてね、はい、あの総合力高いですよね、ええうん、こういうあでもエルボー一発でしても、でも青木選手もちょっと回復してきましたね、回復してきてるな少しずつ。うわ来た一撃、これが重いミドルキック。青木選手はでもこれはねちょっと回復してたよ。青木選手は、うん、水落ちのあたりに突き刺さりましたが、うん、宮原選手ただ青木選手は打たれ強いですから、はい、うん、ちょっとここ最近の北海道ツアーの雰囲気と会場もガラッと変わりましたね。いやそれはそうでしょう、はい、うん、ただ青木選手もちょっと回復してきてますね、ただ今ちょっとね今の場面を回復しないとちょっとね今いい雰囲気ないですよね、はい、危ないね。フロントキック顔面、この前蹴りロープブレイクだけどな、これやるのか。販売士レフェリーも厳格なレフェリングで注意しています。青木選手回復してきた、おお立ち上がった、足から入るも力入ってきたな、歯を食いしばって向かっていく、力入ってきた、あまだダメか、おお持ち上げてロープだ、ロープだぞ、うわ危ない危ない、これは危ない打ち方したぞ。ああ悶絶です、これはすごい攻撃だ、一気に流れ変えてきましたね、はい、青柳としてはこれ今行きたいですか。そうでしょう、これはどうなるのか。でも場外でね、はい、これどうなるのか、お互いね場外戦上手い選手両選手ですから、ここからの攻防が大事になるでしょうね。宮原選手も場外戦得意としています、うん、いやこういう中でペースを、危ない、宙にぶつけていく。青木選手もいつもより非常になってますね、はい、うん、青木選手ペースになってきましたね、これは場外戦もうまいからな、危ない危ない危ない、ここも鉄柱です。青木選手だいぶ回復してきましたね、いつもの様子とは全く違います。青柳非常になってますね、ちょっとね、はい、いつも少し余裕を見せたり入れくれた感じを出すんですが、ちょっと危ないな、これどういう攻防になるのか。真っ向からこの非常な自分を見せています、うん、やっぱこういうストンピング一つにしてもちょっとねちょっと非常ですよね、力が入ってるな、はい、危ない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 、トディディティ、ちょっと青柳選手いつもと攻撃が硬い位置で、危ないですよね。矢原選手、はい、ここの硬さってどうなんですか。いやいや、これはもう多分それこそ中島選手は手に力入らない、はい、青柳選手ちょっとこれムードを持っていこうとしてますよね、うん、こっから2人の戦いがどっちがこの舵を取るっていうかね、リング上の、はい、そういう戦いになるでしょうね。さあカウントが返しましたね。この中で鍵を握るのって宮原選手どういうところになってきそうですか。やっぱりここからなると瞬発力スタミナ、はい、うん、そっちがどっちが勝るんだっていうことになるでしょうね、中島選手もこうやられながらも考えてると思いますよ、自らを闘魂スタイルと話しました中島勝彦、うん、対するはまっすぐな王道を作っていくんだと話したのは青柳優馬。これはすごいな、スリーパーホールドです。ロープこうしていきなりですね、ブレイクブレイクブレイクロープブレイクブレイクノーブレイクですね。青木選手結構いきましたね、はい、
クリーニックかい青木選手が。はい、あどうする、あれあれあれ非常ですね、ちょっと攻め ADT からの返せるか、返せるか、あ返したか、返しました。でも今首、今ね受け身取れない状態だからちょっと中島さん危ないですよ。ええええ、うん、あと場外で DDT も食らいました、ね、はい、はい、危ないんですね、首に集中してますよね、互いに。やっぱりフィニッシュのね、はい、やっぱ流れにどっちが持っていくかっていう、あやっぱロックスターフールにつなげたいんでしょうね、首をね、はい、うん、ちょっとこれ中島選手も危ないかもしれないですよね、脳天下の下でしょ今、うん、これダウンカウント取った方がいいんじゃないですかね。ええ、どうする、カムシレフェリー今体をゆっくりと起こしました。これは青木選手も休まず行きたいですね、うん、あーちょっとでも力入ってないな、エルボーに。青柳がやはり重い、重い、重いな。そうですね、うん、息吹き返してきましたかね。あーいた、あー返せるか、低かったか、エルボーちょっとでも手にやっぱ手足に力入ってない気がしますね。はい、あースマッシュだ、エルボースマッシュ、力入ってますね。はい、コーナーに預けて、これどうする、ここから展開を。さあ対角線に送る、何する、何する、走り込んでいく、力入ったら、お2発いくか、フォア1だ、フライングフォアーム、うわ力入ってんな、はい、さあトップロープを、これは一番パターンですね、いくか、いくか、青柳入った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 、チャンスです、チャンスです、チャンスだ、チャンスだ、まだいかないか、3つ当たらせるか、どうなればエンドゲームに入っていく。足出したいですねこれね、ひねりたいですよ、まだフロントネックロックです、ね、ひねりたいよこれは、ロープは近いです、どうする、でも中島さんロープ近いですね、はい、あ腕決めました、左腕、あこれ腕取るぞ、腕取ってるぞ、右手左手完全ロックされてますよこれ、右腕がどうか、中島勝彦、これ右手、あ攻めた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 、うわアウグ選手もなかなかこれで決めなかったんでしょうね、本人的にはね。10分経過、10分経過、中島勝彦、10分経過か、キャリア20年目、35歳という節目に自分自身への挑戦がしたくなったと話してノアを退団、全日本プロレスの参加、止めてやってきた、低空ドロップキック、危ない、円図蹴り一つにしてもちょっと角度が怖いですね今のも。矢原選手これで今どっちのペースなんですか、うん、いや今五分五分ですよね、五分五分、まあ、中島選手が円錐蹴り入って青木選手のもろ首に入ったでしょう、はい、互いに首なんですね、うん、互いに多分首に首、フィニッシュショートをつなげる動きですよね。はあ、今一つ前転を見せて、でも立ち上がったのは青柳、あ先、あ先に、あ先に、危ない、こめかみ入りました今フロントキック、あ何する、何する、首つけるぞ、これですシャッターチャンス、うわこれは札幌のファンも乗ってますね、ノアのリングでも散々にやってきました、これは札幌のファンも待ってたかような、これって宮原選手、うん、やられた側ってどうなんですか、いややられた側は本人次第でしょう、本人次第、うん、宮原選手はどうでしたか、なんか関係ないでしょ今、失礼しました、うん、これは狙ってるよ、ま、もう一回狙ってんじゃないか、球場に踏みつけていく、伸びきる体、両方に見せる余裕はまだあるってことでしょ、はい、これリング、これはかなり主導権を握ってきましたよ、はい、うん、四方八方でやりますもんね、ファンにそのファンの主導権をどっちが握るかって戦いも始まってますよこれ、はい、うん、今五分五分でしょ、はい、うん、返せるかな、腰の打撃返した、うわキリーミドルキック、これは青木選手乗っちゃダメだぞ、うわ来いよって言ってました、ペイントでした、あ見ていた、これ胸骨で危ないですよ、これ本当に何発も危ない危ない、いたドラゴンスクリュー、危ない危ない危ない、トンコンスタイルで逃げれるか、これは腰当たりだ、これは腕伸ばさないと危ないぞ、今連続いったでしょ、連続STF です、連続いったでしょ、連続、ドラゴンスクリューからつなげてきましたね、これ全体で全身をまだいってるよこれ、はい、これロープで逃げないと危ないよこれ、体力消耗するから、動けるか青柳、蹴りと見せかけてからドラゴンスクリュー、はい、こうやって上と下を分ける攻め込みですよね、細かいところ冷静なんですね、これは今ね主導権握ってる中島選手じゃない、はい、腕が伸びるか、これは逃げたいな、息ができないですか、息ができない今、
本当ですね、息ができない、安定しられてる、うん、癖が出てました。これは体力削られるよ、離さないな、離さない、あやっと外しました。これは今ちょっと息できてなかったですよね今ね、はい、あそうですよね、これエスケープしても宮原選手ダメージ残りますもんね。残ってる残ってる、今息ができてなかったから、はい、ちょうど口を塞がれてるでしょ、危ない動きだったよね。中島選手は今出るか、アウゼンス多分ね今ねちょっと脳みそに酸素がいってない状態ですよね、息ができてなかったから。ここでの攻撃は危険だよ、危ないな、首が首に物入ってんな、顎首に入ってますよね、はい、危ない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 、何を狙う、何を狙う、ああ離す、あれバックを取ると、今の手打ちましたよ、今受け身取れないですよ、あそこでやったら。中島の体だけ残しましたよね、今顎を打ってるから、顎をね引いてなかった、はい、首をもろ打ったっすね、後頭部、頭から落ちた形ですね、後頭部打ってる、あれはうわー、これはね腰、後頭部本当に背中から完全に痺れておりますよ、痺れてますよこれ。ってことは両者もう全身にダメージを負ってるわけですか、うん、今中島選手完全に腰頭打ったんで、はい、これはほら 手足ほら痺れてる、本当ですね、うん、手足をこう首とかを気にするような、はい、こういう神経を気にするような動きしてますよね、でこの間に青木選手が回復してるでしょ、これは青柳もこの瞬間狙っていたのか、そして青木選手はまだ叫ぶ、はい、魂の叫ぶですよ、これはこれはダウンカウント10カウントっていうの中島選手経験ないんじゃないかな今まで、最近は、うん、6度目の防衛戦、青柳優馬、ホテルエミシア札幌、これ転換って意識してるのかな、中島選手は。あ、戻りました、とか、そうですね、場外カウント、10カウント以内に戻らなければなりません、危ない攻防だな、青柳選手狙ってますよ、さあ、コーナーに貼り付けて、うわ、いった、危ない、勝ち越しの奥行った、すごい、危な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 い、着地、着地しました、危ない。今この状態はもうダメージはイーブンでしょうか、両者ノックアウトもありますよね、うん、ダウンカウントは、うわこれはダウンカウント入るか、立てるか立てるか、両者、うわこれは立てないんじゃないか、中島はうつ伏せ、両手足が締めてます、仰向け、首がダウンカウント始まりましたよ、始まりました、いやお互い立ちたいですね、先に立つのは動いているのは中島克彦です、うわでもこれねまだ足腰がしびれてんじゃないかな、腰押さえてますよほら、あ本当ですね、まださっきのねダメージがあるんでしょう、さあカウントは5まで来ました、これは先に立ちたいですね、全日本の生え抜き現三冠ヘビー級王者、いけるか、青柳優馬、ああ先に行った、はい行くか、ああ入ってんな、中島も返す、あごにもの入ってますよ、鬼の形相、顔でも戦います、負け引きたくないですよね多分お互いね、はい、あーよく危ない、足腰に力入ってないんじゃないか、あー危ない、中島選手もこれ今入りましたね、はい、宮原選手一発入れば、一発入れば完全にノックアウトありますからね、うわー引かない、それでも倒れません、引くな引くな引くな、どっちも引くな、王道を守る者として引けないんです、これは引けない、お互い行くな、あー危ない、いた勝てないかもしれない、立てるかこれ、これでスリーカウント入ってもおかしくない、そのまま倒れ込んでしまいました、崩れてるな、力入ってないじゃないか、いけるか、火起こす、あー危ない、返せるか返せるか、返したエルボースマッシュ、エルボースマッシュだろ、ミドルキックの戦いだ、中島にもダメージあるんですよね、どっちも引きたくない、あーミドルキック、どっ
バッシュ。お互い引きたくないところですね。だが気を存分に出す。危ない、これは引きたくないぞ。青柳どうか、これはいけ、入ったスマッシュ、危ない、入ってる、あー、いけるか、いけるか、連発、ふらついた、ふらついた、顎入った、顎入った、顎入った、顎に入った、顎に入った、顎、今中島選手、顎に入りましたよ、これ青柳選手チャンスですよ。さあ走り込んでいけるか、いけるか、見ていたカニバサミ、しびれてるぞ、これは危ない、今背中にもろに食らいました。青に入った、トランスキック入った、青に、青柳ノックダウンか、ノックダウンか、返せないか、これまたノックダウンじゃないか、返せた、これは返してるか、ダウンカウントが進みます、ダウンカウント入ってる、手足に力入ってる状態でしょ、これレフェリー突き飛ばしました。中島克彦、手足に力入ってないんじゃないですか、来るか、ね、うわ危ない、うわ正面から、うわ後ろから、非常なまでに、うわしびれてる、青柳優真を危ない危ない、つける全日本を乗っ取るか、中島勝彦、うわうわすげえ、さすげえ、おいわすげえ、苦しいボールで戻り込んできました、すごいぞこれは、これお互い譲れないですよね、あ上の毛、何を狙う、なだれ式か、なだれ式の何を狙うんだ、もうエルボイ、何を狙う、ダメージ、この時間帯の目はきついです、危ないですよ、あ何を狙う、中島何をいく、何をいく、でしたがロックスタンドやってますよね、そうですよね、なだれ式ロックスタンドやってるぞ、取りました、さあ首根っこ掴んで、今だ今だ今だ、仕留めにかかるか、今だロックスターバスターは流れ式で決まりました、成長狙うか、そうなればさあ踏み場には行かせない、トランスキック、危ない、入った、トランスキック、もう一度、危ない、ああこの中でも冷静です、危ない、防衛戦フル狙うしかないぞ、くぐり抜けてきました、だからこそ今の自分が狙うか、フル狙うか、いくか、いくか、捉えたのは中島、一撃張り手、張り手が入った、終わり、これ失神しましたか、宮原選手大丈夫でしょうか、ちょっと力入ってないじゃないか、これは気をつけないと、あ立てないか、無理やり起こすか、無理やり、ピクリとも動かない、ピクリとも動かないな、張り手一撃、無理やりか、ここでどうするんだ、どうする、青柳を起こすと、いくか、うわ狙ってるぞ、狙ってる、いくか、まずい、青柳、これいったらまずいぞ、いくか、危ない、いくか、うわもう一度行くのか、こっからどうするんだ、目はうつろです、青柳優真、これはもう一発行くか、そっからどうする、これはどうするかな、持ち上げて、危ない、
狙ってるぞ、なんか狙ってるぞ、なんか狙ってる、今目を合わせました、なんか狙ってる、まだ行くか、中島まだ行くか、なんだこれは、もう一度狙ってる、なんだこれは、落ち上げた、ノーサンライト、ボム炸裂、ゆっくりとのしかかる、今のなんだ、返し決めたのか、6度目の防衛戦に失敗、中井勝彦たち全日本プロレス乗っ取りに来たと、中島勝彦、いや宮原選手ちょっと言葉を失ってしまいました。最後はまさかのあの技は、はい、ケンスキオプス時代の後輩として宮原選手今どう見えてるんですか。なんだこれは、どういう時代が起こってるの、あんまり勝利いたしました、理解できないよね、中島克彦選手に新時代が何か、もうわからない、チャンピオンベルトの贈呈です。己を闘魂スタイルと話した中島克彦が青柳優馬を下しました。